アメリカ古着における三大ストアブランドがあると。これがねパワーハウスのカバーオール。ジャケット類とかも70年代80年代とかもほとんどシェアーズって入ってるんじゃないですかね。給料だから作業着いっぱい買おうぜみたいな多分絶対違うと思います自分たちはどちらも復刻を、否定する派ではないっていうのはちょっとね、うん、全然全然ここで意思を表明しておきたいですね。正直あの、エンジニアジャケットを探してるとき、定例の復刻のエンジニアジャケットとかってめっちゃ出るんですよ、はい、ただそのもう最終的にそれ買おうかとも思ったんですけど、はいはい、竹感がちょっと僕の望んでるものとは違ったんで買わなかったっていうだけなんですよ、ね。オリジナルのやぼったさが軍装好みだったと。そうそうそう、もうあのベルト上ぐらいのその裾というか、うんうん、あの竹感が欲しかったんですけど、どうしても長さを見たらやっぱりもうちょっと長めな感じだったんで、ね、そこだけ引っかかってて買わなかったっていうのあったんですけど、まあそれがドンピシャだったらもう買ってたかもしれない。いや正直買っとったと思いますよ、ね、欲しかったんで。まあそういうのであまりこだわりを持ちつつもこだわ変なところにこだわらないぐらいが古着は楽しいですよね。個人的におすすめっていう意味で、はい、何回も繰り返しになるんですけど、ビッグマックっていうのはまだまだこう買いやすい値段で、古着屋さんに並んでると思いますので、個人的なおすすめで言うとビッグマックがおすすめです、はい、と、同じくね JC ペニー系列の、ビッグビッグマックと同じねビッグマックネームがついてるものもあるんですけど、個人的に自分がおすすめしたいのがセントジョンズベイ、うん、セントジョンズベイっていうブランドもあるんですけど、これはもう年代はかなり新しくてもう近年ものになるんですけど、デザイン性もいいし割とね着やすいものが多いんですよね。で値段もかなり安定して安く買えるので、個人的にはこのビッグマックとセントジョンズベイっていうね、まあ、JC ペニーブランドなんですけど、この2つが田尻的にはおすすめになります、はいはい、軍曹が手に持ってるものはこれ84年の JC ペニーのカタログなんですけど、はいはいはい、84年、俺が3歳の時僕まだ生まれてないです春夏のカタログなんですけど、これあれ乗ってるんですよ、セントジョンズベイ、セントジョンズベイが84年で、84年にはもう存在してるんですよ、ね、はいはいはい、いいですねこのレトロな写真がね。いやこれめちゃめちゃ見てて面白いですよ、はいはい、昔はね、だから今でこそオンラインショップっていうのはめちゃめちゃメジャーですけど、昔はこういうカタログ販売っていうのがアメリカはね、やっぱりこれ勝手な想像ですけど広大な土地なんで、隣町の洋服屋に行くよりもカタログ見て注文できたら絶対便利だったと思うんですよね、うん、そういう意味でやっぱりカタログ販売っていうのはアメリカの中でかなりのこう市場のシェアを持ってたと思うんで、うん、もうこの なんだっけあのシアーズのカタログとか、なんか聖書の次に読まれていた本から言われてるでしょ。なんか言われてますもんね、なんかそういうカタログ、でっかいカタログをみんな眺めてね、次の給料で何買おうかなってワクワクしてたんじゃないですかね。これにセントジョンズベイも乗ってると、なんかグッとくるっすね。こうちょっと後で写真アップで載せさせてもらいましょうか。著作権とか発生しちゃうんですかね。もう JC ペニー、まあ一緒、一回破産してると思うんですよね。まあうち規模なら大丈夫です。そういう認識、はい。ビッグマックもあるんですよ確か。あった。モダンなビッグマックですね。いやモダンな80年代なんで、80年代をモダンって言ってるのでどうかと思いますけどね。僕80年代ゴリゴリアメカジっていうイメージ強いですけどね、アメカジな着こなしが多いみたいな、はいはい、ビッグマックとかね。ビッグマック、このカタログどこでゲットしたんですか。メルカリで。なんでもやっぱキーアイテムはメルカリでゲットしてますね。いやそう、キーアイテムは軍曹はメルカリを利用してる。なかなか探しても出てこなさそうだったんで、あるかなと思って。メルカリでようこれを探して買いましたね。1個だけあって、はい、一応ねフリップ最後になるんですけど、まあ自分たちねもう言ってきたこと同じことなんですけど、まあレアなヴィンテージもいいけど、まだまだ買えるねレギュラーもいいよっていうのが、個人的にはストアブランドを紹介する上でみんなに伝えたいことかなと思いますね。やっぱりね、さっき言ったヘラクレスとか昔のペイデーとかね、パワーハウスとか、やっぱり人気のブランドはちょっと値段が高くなってるんですよね。でそれにやっぱ憧れてしまうのもまあ面白いことですし、憧れました ね、お小遣い貯めて頑張って買ってやるぞっていうのもやっぱ古着ならではのね魅力だと思うんで、そういった憧れの一着をゲットするのも面白いし、
まあ安いね古着屋さんで3000台4000台の中に、おこれっていいじゃんみたいなね、自分で決めた価値観で、これってなんか俺にも似合いそうだし、なんかちょっとね古くていいなみたいな感じでチョイスしてもらえると面白いですよね。ですね、うん、だからあの何気なく持ってたものが実はストアブランドだったみたいなのって嬉しいじゃないですか。お嬉しいですね。これって、知らんで買ったのにっていう、そうそう、シアーズのレーベルだったんだとかね、そう知識が得ることによって持ってるものがより楽しくなるとか、なんか探す時にね、あこれ好きじゃないとかいろいろ見る中でなんかこう一つの知識を持ってるだけで選びがいがあるというかね、うありますよね、はい、で今話しながら思ったのがやっぱあのストアブランドも含めてワークブランドも全般言えることなんですけど、タグがいいじゃないですか。いやいい、ね、いい本当にいい、タグが可愛かったり、このタグに惹かれてサイズちょっと難しいけどもタグが可愛いから買っちゃうみたいなね、そのタグを見るとこれが1970年代なのかとか60年代なのかとかね、1950年代のかなり レアなアイテムだなっていうのもタグで判断できるんで、今回はねちょっとタグで年代判別みたいなのはしませんけど、まあネットで検索してもらったらね、そのワークブランドのタグの年代紹介とかもいろんなお店さんがされてますので、例えばお店でねちょっと気になったの見つけたらちょっと検索してもらうと、おこれ60年代のやつだとかね、簡単にねリサーチできると思いますので、まあタグも含めてねそのストアブランドを楽しんでもらえたらいいんじゃないでしょうかね。一瞬脱線していいですか。はい、そのタグのことで、はいはい、これ見てて怖いなって思ったのは、はいはい、さっきのビッグマックあるじゃないですか、うんうん、タジさん、ビッグマックの80年代のタグって、はいはい、僕たちのイメージからしたらこれじゃないですか。はいはい、まあこれを俺らは80って読んでますよね、うん、で、あ、すいません、ね、持ってもらいたい。いやいや、いいですよ。ここはやっぱその、ね、こ怖いなっていうか、はいはい、やっぱそうだよねって思ったのが、あ、まあいいやこれ何年代ぐらいのタグと思います。ちょっと怖いですけど、まあその70タグで俺らが言うやつでしょ。そう、はいはい、見て本当に年代って、あの、うん、これちょっと映るか分かんないですけど、このワークウェアのオーバーオールとかカバーオールが映ってるところでタグが、まあ、あの綺麗には映ってないですけど見えてるんですけど、このタグが70年代ぐらいの僕たちのイメージするタグなんですよ、うん、ビッグマックのです、ね、ただ売ってるこのカタログ自体は84年のやつなんで、うん、やっぱもちろん作られたのは70年代頃くらいぐらいで過渡期で変わってるだけなのかもしれないですけど、うん、まあ何事もやっぱまあなんかちょっと僕言ったりはしてますけど、うん、アバウトってことですよね。本当にアバウトだなと思って、うん、例えばこれも70年代に撮影したやつをずっと80年まで使ってるかもしれないし、ね、届いた時にこのタグじゃない可能性がありますって実は書いてあって、俺ら英語読めないからそれが分かってないのかもしれないしね。かもしれないですね。何とも言えない、まあ際どいラインってことですよね。俺らやっぱこれを70って言ってますもんね。言っちゃいますもんね、うん、70年代のって。ですね。面白いですね。軍装のやっぱ着眼点さすがですね。いや面白いと思って。でもここはこの80年代の。ああ本当だ。ここのビッグマックのマークは遠いけど80年代のやつなんですよ。面白いと思って、こういうなんだろう、今まで俺らがこうファッション雑誌で昔のヴィンテージデニムを紐解くみたいなタイトルの本読むことあるけど、うん、もうこの当時のファッションカタログっていうのはもうこれが正解だから、これに勝るものはないですよねある意味その着こなしが本当にその当時のかって言われたらあれかもしれないですけど、コテコテすぎるかもしれないですけど、なんかね全てのこう映ってるものから時代を感じるのが面白いですねこれね。すごい良かった、これは見てて面白い。もう全ての年コンプリートしましょうよ。いやめちゃめちゃすごいだよちょっとね軍装が今日持ってきてくれてる軍装が所有するねストアブランドアイテムを今日持ってきてもらいましたので、はい、最後にちょっとそれを紹介してもらいましょうか。はい、はい、一番上からいくとこれがシアーズローバックの、まあ、70年代頃、はい、頃のデニムのウエスタンシャツですね、はい、てかもう自分が今日着てるのともうほぼほぼ一緒なんですよね。多分年代がちょっと違うぐらい。ここタグ一緒じゃないですか。これタグ違う、ちょっと違う。ちょっと違う。ここのメイドイン USA とかがないです。はいはいはい、ブランクの状態でこっちにタグがペロってついてるので。こっちの方が多分年代的には同じ70年代ぐらいでも新しいんじゃないかなとは。まあ、でもすごい一緒ですね。うん。びっくり持ってきてちょっとびっくりした。俺らの中でやっぱローバックしてこうウエスタンアイテムが多いイメージがありますよね。うん、
ちなみにこれバティックで買いました。え、じゃあ結構前？だいぶ前かな。バティックで買いましたね、これはね。へバティックさん、軍曹御用達のね、バティックさんで買いました。この同じね、ローバックスのビームウエスタンシャツですね。これ好きっすね、割と着てます、はい、ちょっとこれで俺畳んでいきますので。そうですか。次のアイテム、ま、今度はビッグマックのつなぎ、はいはい、ヘリンボーンのつなぎ、ビッグマックのつなぎね。これが60年代頃の一応タグ、はいはい、そうですね。これがここ、こんなに真っ白になっちゃってて、ブリーチとかでね、漂白されてるんですね、うん、これもいいなと。僕あの最近つなぎファッションで着るとかじゃなくて、はいはい、マジでワンマイルウェアとして着てるんですよ。ワンマイルウェア、あのよく、すみません、あの 今の僕今のファッション YouTuber の方の言葉を使っちゃったんですけど、要するにダルギみたいな、なんかちょっとコンビニまで行くときとかに、それ今ワンマイルウェアって着るらしいっす。なんで？あのワンマイル、短い距離のための、うん、なんかあのさらっとやって着るみたいな感じで。あ、すげえな。またさら出ちゃいましたね。その言葉がもうおっさんすよ。これマジでさ、あのワンマイルウェアね、もうあの風呂上がりとかにちょっとコンビニ行きたいなっていう時とかにもパジャマの上から、これ着ます？着てる着てる、本当に着てる。あ、パジャマの上からってことね。そう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 、なるほどね。そもそもがその、なんかあのオーバーパンツというか上から着るものなんで、貫通ポケットもあるので、うん、はいはい、そういうのが出てきます、ね、下に着てるものを隠せるっていうことね。そうそうそう、これで軍曹コンビニ行くんすか。昨日これ着てからコインランドリーに夜中僕あるとコンビニ行きました。ただただかっこいい人じゃなくて、こんなの着てコインランドリーに行くなんて。っかっこいいっすね。いやー、でもじゃないとなかなかつなぎ他の着たいってなっちゃうからですね。あ、その出番がないからこそ逆にそこで着るみたいな。そうそうそう、うん、すいません座ってて。あ、いや全然もう雑でいいです本当に、はい、これもまたビッグマックの、はい、これも60ぐらいかな、はい、の、ショップコート。あー、いいですね、この白のね。これめっちゃ気に入ってますね、はいはい、あの車に乗るときってコート着づらいのも実際あんま着ないんですけど、うんうんうん、ショップコート系はめちゃめちゃ好きですね。いいアイテムお持ちですね。ただこれベルト欠品してるっていうだけなんですけど、うんうん、全然綺麗で、これがね、よくあのワークウェアブランドで論争がある、なんでこのワークウェアなのにこんな白いんだみたいなね。そう、知ってます、このいろんな諸説。僕あの一回作業着なのになんでこんな白を選んでるのみたいなね。まず白が確か安いっていう説もあるのと、はいはい、そうですね、あのこれあの僕のチャンネルで以前コメントで、はいはい、こういうのもあるんですよ、うん、こういう理由があるみたいですよと教えてもらったのが、あの鉄道とかの方とかは、うん、その他から見てあのパッて分からないと危ないじゃないですか、うんうんうん、なんで白を着るっていうのも聞きましたね、コメントで教えてもらいました、ね、へーって思いました。安いからこ そのデニムのワークウェアっていうのは当時の人の憧れだったらしいんです、高いから。逆にこっちが買いたいんだけどもちょっとお得な方を選んだとかね。だから白が当時は安かったみたいな話も聞いたことあります、ね、なんかね不思議ですよね。だから色を染めない代わりにちょっとコストが抑えられるんで、うん、どうせ汚れるもんなんだから、うん、でデニムで汚れようがこっちで汚れようが一緒じゃんっていうところでこっちをチョイスする人もいたんでしょうってことで、うん、あとはなんか本当にその隠すっていう意味でショップコートだとしたら、要は汚れる時は実はあんまり着なくて、ちょっと来客が来た時にそのパッと清潔感のある時に白系のコートを着てその人と会うとか。なるほど。するらしい。例えば食品関係、これは もろに工場系だと思いますけど、うん、ちょっとこう食べ物を売ってる人とかはやっぱ汚れた服よりはちょっと衛生的に白をわざと着て清潔感を出そうとしたとかもあるらしいです。なるほどですね。あ、それすごいしっくりくるかもしれない。だからね、要は白衣 に似たようなところですよね。携わってる職種によってこの色が意外に良かったっていう人もいて選んでる。はあ、なるほど、めちゃめちゃしっくりきますね。こっから俺のすげえ3つ目のなんかだいぶぼやっとした情報なんですけど、はい、炭鉱労働者の人とかが火薬とかを使うじゃないですか。ははは、その火薬とかがついてしまってたら危ないけど、濃ゆいものだとその火薬が見えないから、なるほどなるほど、白にしてた方が危ないからこう払い落とすとかを
できたっていうのを読んだことがあるんですけど、本当本当かよっていう、その可燃性のあるものがついてるのをこう記事でこう色で判断する、見やすくするとかね。本当かどうかちょっと怪しいですよ、俺それ。でもそれ聞いてちょっと思ったのが、洞窟だったらこういう色の方がなんか脱ぎ捨てていくみたいな人も多いって聞いたことがあるんで、なんか見つけやすいのかなと思って見つけやすくちょっと暗い方で、誰が見つけやすいの、本人がってことですか。そうです、なんか作業が終わったら、はいはい、その自分が着てた作業着とかジャケットとかをボンってそこに置いて帰るっていうこともあるみたいな。ああ、そのもう今日の仕事終わったからそこに脱いで、でまた次の日来た時にそこで着ればいいやみたいな。もう洗うという概念はないっていうね。かってるかもしれない。すごいですよね。なんでそういうのがあるから、その炭鉱とかで今でもデニムが見つかるみたいな、ね。こういうのがもうね、こう色が汚れてるけどね、うん、ヴィンテージで発掘されたとかありますね。そう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 、まあいろいろこう。一つのこのねショップコートからもネタが尽きないですね、話題がね。こういう話がね、あのぼっちなんでですね、ゆりさんとぐらいしか話せないですよ、本当に。まあ俺たちが今言ってることはちょっと根拠がない部分もあるんで、ちょっとここに注釈入れますけど、あくまで予想というか、あの予想と、うん、ちょっと聞いた、こんなこと聞いたなぐらいで情報発信してますんで、お許しください。次がオバオルか。はい、これがいいですね、色が。ペイデイの40ぐらい、はいはい、50かな、40か50か、ちょっと分からないことだったけど、多分50ぐらいのダイナミックな色落ちですね。いやこれ好きなんですよ。やばいですね、ここのリペアートとか。おお激しい。これはあの前のオーナーさんが多分やったんですよ。もう裏なんであの当て布みたいな、はいはい、そういうのがもうベラベラに大きくそのまま貼り付けてあるだけで、うん、超雑なリペアになってるんですけど、はいはい、まあまあね、うん、裾もボロボロで、でもこれすごい雰囲気で僕好きなんですよね。まあ、軍装が大事な雰囲気ですよね。あれ外すときめんどい。ちょっとこう角度がね、なんか知恵の輪みたいなね、どうやってこれついたみたいなね。着てない状態だったら割と簡単に外せるんですけど、着てる状態だったら結構外すのがめんどくさくてですね。でも好きだと、それが。いやー、やっぱこの年代特有のこのデニム生地のね風合いがあって、そうですね、なんか一緒じゃんって言われたらそうだよねってなりますけど、なんか違う感じしますよね。全然違うんですよ、やっぱこれは、うん、これは例えばお店で見ても復刻じゃねえってすぐ分かるんで、そのダメージ云々じゃなくて、やっぱこの生地感っていうのは出ないんで、もうね、やっぱデニムの風合いだけはね、もうオリジナルにはやっぱ勝てないんですよね。もうそれは事実です。デニムの回の動画でも言ったんですけど、やっぱムラっ気が違うんで、やっぱあの今の色落ち加工って、いや加工では出せないですよ、これは。どうしてもわざとらしさが出ちゃうんで、ね、あんまりやっぱ加工ものは好きではないんですよね、うん、自然なのがやっぱりいいなと思います、ね、自分で落として育ててね、うん、最高ですね。ビッグマックがシカニみたいな感じになるんですか。あ、これシアーズだ。シアーズの。シアーズの60年代頃のカバーオール。はいはい。さっきのね、四角でくるんであるシアーズのロゴですね。あ、そうですね。この丸いポケットがいいですね。いや、そう、このちょっと古くなってくると、このへ、ちょっとね、ちょっと。丸みのあるポケットが可愛いですね。わかります、それめっちゃ。これが、あれなんですよ、ほら。ボタンもね、グッとくるボタンですね。うん、その、まだシアーズとかのロゴじゃなくて、うん、なんか共通のって言ったらいいですかね、その、まあ、共通パーツかもしれないですね、うん、ボタンみたいな感じの市販の作ってるわけじゃなくて、うん、でブランケットが多分さっきのと同じでトロイのやつなんですけど、うん、これタグが切れてるんですよ、はいはい、どっかに確かあったと思うんですけど、切れ端みたいな、お切れ端がなんか、あ、これか、うん、だけ実際分からんとですけど、そうですね、うん、でもまあ多分そうだろうという信じるしかないですね。これはちょっとジャスト目なんで、あんまり中に着込めない感じなんですけどね。あんまり中に着込めない。サイズ感的には。だから着れるっすけど、ちょっとパツくなるみたいな。もういらないってことですね。いや、着ます着ます着ます。たじりがじゃあ買い取ります、ね。いやいや、はい、じゃあ最後は、シアーズローバックの、はい、これも多分70年代ぐらいのデニムパンツ。すごい濃紺ですね、これ。バッドダイか、これは。多分バッドダイなんですよね。ね、これ、綿100じゃないんですよ、確か。変わった感じもちょっと伸縮性がある気がするので、コットン100ではないですけど、これこのポケットがすごい好きで、はいはい、この僕あのこれ動画で1本撮ったことがあるんですけど、
これワーク用と思ったんですけど、シアーズローバックなんで、要するにそのウエスタン系なんですよ、うん、でそのライトニングのヴィンテージのなんか本みたいなやつがあるじゃないですか、うんうん、であれに出てたんですよね、これ。ただそれが60年代ぐらいの赤耳のやつなんですよ、はいはい、で書いてあったのが、これやっぱりそのロデオとかするときに物が落ちづらくなるようにこんなポケットになってるっていうのを書いてあって、へーと思ってる、ね、なるほどね。ここは口がこう本当は下に下がってる分は逆にもう上に上げてあって、そうポンと飛び出ないようにしてあるんですね。これすごい好きで大事にしてます、ね、ロゴとかタグはないんですか。これがですね、ここ切られちゃってる。どうやってシアーズって判断したんですか。どこだったかな、ボタンだったかな、どこだったかなこの時点で確か知ってたんですよ。それでシアーズと判断したんですか。判断確かどこだったかな、記憶にないな。うっすらシアーズとかないですか。シアーズじゃないかもね最後に揺らぐアイテムがあ、どこだったかな、どこでジャッジしたのかなって素朴な疑問だったんですよね。ここだから書いてない、マシンウォッシュミディアムしか書いてないあれなんか妄想シアーズだったんですかね。ここで多分シアーズとこのベルトループ、ちょっと特殊な形のベルトループで確か判断したのかな。あ、思い出した、これだ、リベットローバックスって書いてある。あーローバックスと、あーなるほどね、ローバックスとリベットに打ち込んでありますね、うん、なるほど、これだけが頼りという、これが分かった時のあの嬉しさってあるじゃないですか。もうローバックスやるみたいな、ね、めっちゃ楽しかったっすこれ。あの見つけてから、はいはい、ジッパー見て4人だったか、いやこれは頼んじゃなかったっすよ、ホビルとかだったから、うん、あ、スコビルだスコビルでそのポケットとか見て、だいたいここって書いてあるじゃないですか、はいはい、で見てねえなと思って、うん、いろいろ見てからここの感じこれってなんか調べたりして、最終的にバー見ていってここ見てアローバックスって書いてあった。いや不思議だなと思うことがあって、まずそもそもなんでここのタグを切る必要があったんだろうっていうのがすごいあるんですよね。切らんで欲しかった。アメリカの服って意外に切ってるタグ多いじゃないですか。多い。だから俺がこの、まあ、諸説あるのはこう当たっていたい時は切る人がいるらしいんですよ。で俺がやったことで言うと、切って他のアイテムに貼るとかね。あその他の気に入ってるやつにこのローバックスっていうロゴを貼っちゃうみたいなことも、なるほど、自分中学生ぐらいの頃してたんですね。で接着剤でつけるんでガッチガチに固まって着心地が最悪なんですよ痛いみたいな感じでそういうことをアメリカとかね、あの子供たちがやってるかもしれないですね。いやいや、あるっすね、多分そういうのは、うん、だからそういう例が一つなんでだかなと思うのがですね、なかなか履いてはいないんですけど、はいはい、めちゃめちゃ好きですね。で言われてたようにその作るノウハウとかがあるところにやっぱ調べたら頼んでるところが多かったりするみたいな、うん、そうそう、結構ねどこどこが作ってたらしいよっていうのはいろいろ書いてありますもんね、うん、だからまあストアブランドっていうのは結局物が良くて、うん、でその割に値段が安いからこんなに普及して、うん、でまあ市場にもたくさん出回ってるっていうのが、まあ、まとめとして言えるんじゃないですかね。ですね、まあ、まあストアブランド最高ってことで最後すげえ雑なまとめでしたけどね。いや僕今何気なく言った言葉ですごい、うわすごい綺麗にしまったなって思いました。タジーさんがパッとそこから言った瞬間にすげえって思いましたまあまあ今日はちょっと俺のイメージで言うと、はい、15分ぐらいの動画にするつもりだったんですよ。今何分経ってるんだろうねこれね。1時間5分ある相当カットしないといけないですね。いやカット以前に編集が大変、はい、だってこのだって第1回ストアブランド編が前編後編はちょっとうざいでしょ1回で終わらせろよみたいなね。いいんじゃないですかもう1回2回でこれもいいんじゃないですかもうそのまあそのまあ、1つのテーマも2回に分けてやりますか。うん、いやそのぐらいの方がこれだけまあ内容薄いかもしれないですけど長いとですね、どんなだったんですかねこれ見てる人はね。こっちサイドはただただ楽しんだね感じがありましたね。まあ非常に長い動画になっちゃいましたので、まあ軍曹とやるときは大体前編後編になりそうですねこれね。
まあそうですね、うん、僕が脱線しまくるところもあると思うんで、いやいやいや、俺のプライベートブランドの紹介がな尺が長すぎたかもしれないまあまあ今回はちょっとストアブランドっていうテーマでね、お送りさせていただきましたけど、次回何でいきましょうかね、軍曹。ちょっと今日はちょっと答え出せないけど、なんかね、古着のテーマでこのテーマでちょっと2人でこう情報ちょっと集めようとか、みんなにお伝えしようかなっていうのちょっと今後も楽しみですよね。逆に、そのまあもう僕たちっていうと失礼なんですけど、タジーさんはプロフェッショナルなんで、僕はもうあの動画作りにしても調べても無知ながらいろいろやってるんですけど、はいはい、なんかずるいずるい予防ずるい逆にそのなんかこれテーマにしてくださいっていうのがあったら、うんうんうん、コメント欄でね、言っていただけるとすごい、ね、これ怖いんですよ、コメント欄で募集してます、全然来ないってやつがね、それそれいいじゃないですかちょっとね、このテーマをどん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 決めて、うん、まあ、今回第1回だったんで、うん、もうマジで目標100回ぐらいまでやりましょうよこれもうエンドレスにもういよいよネタねえぞみたいな、なんか10回以内でネタがこうどれしようかってなりそうですけどいやもうほんと些細なね、エントリーネタをやっていきたいんで、そうっすね、深いとこまでやると僕ではちょっと全然、また出た僕たちではちょっともう手が届かないレベルの知識とかに絶対なっちゃうと思うんで、うん、そっから先は独自の道でみんな突き進んでもらえばいいんですよ。だからほんと最初の古着屋さんに入る時にみんながよく言われる、僕何にも知らないんですよって言いながら、うん、お店にこうちょっと不安そうに来られるんですよね、うん、俺はそれがもう全然必要ないですよっていうので、うん、いつも言うんですけど、その中で一つでもね、今日ちょっとストアブランドのビッグマックとかシアーズのアイテムを探しに来ましたってこう店員さんと会話できたら、あ、だったらこれとかいいんじゃないみたいな、こう最初の切り口が生まれると思うんで、まあ、そのストアブランドっていう一つのその一本槍を持って古着屋に乗り込むっていうのもねある意味ね、こう古着屋さんに入りやすくなるきっかけかもしれないですね。それで買ってにしても変わんなかったにしても、うんうん、そこから好きになったり気になり始めたら調べて多分知識も広がりますからね、うんうん、まあまあ、だから第2回3回はちょっと俺らの中でもアイデアを出したり、うん、コメント欄にねこのブランドとかこのキーワードちょっと詳しく知りたいというのがあったらぜひコメントください。ぜひよろしくお願いします、はい、以上ね、最後になりますけど、軍曹のね古着熟成と軍曹のチャンネルも、ぜひ、もう動画めちゃめちゃストックしてるらしいんで、更新をね楽しみに、ペラペラの内容ですけどね、ペラペラぜひそちらも、登録してねご視聴ください。それでは、はい、今日もこの辺にしておきましょうかね、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。